こんにちは。夏バテ気味のスタイリストの大山俊です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか今回の動画のテーマなんですが、 プロの夏の私服参戦ということで、まあ、僕の普段の着こなしをですね、皆さんに具体的にご紹介をしてみたいなと思っています。このチャンネルでは結構ですね、ユニクロだとか GU グローバルワーク、このあたりを中心にですね、コーディネートをご紹介することが多いんですが、まあ、僕自身がどうなのかというと、もちろんユニクロの服着ることもありますし、価格帯を抑えたものも着るんですが、まあ、もうちょっとですね、バラエティ豊かなブランドをですね、着用することが少なくないんですね。そして結構ファッション業界 人間だと普段からかなりですね、凝った着こなしをしてそうなイメージを持たれるんですが、 僕の場合はですね、全然違いまして、割とですね、手抜きコーデが多いんですね。なるべく快適で、なおかつ結構家族で過ごしたり、子供と外で遊ぶことも少なくないので、まあそういった時に動きやすかったりだとか、まあある程度汚れてもいいような着こなしをすることが少なくないんですね。まあそういったところで僕の私物だとか私服コーデっていうのは結構リアルなものが多いかなと思うので、まあぜひですね、いつもの感じとちょっと違うなというところも含めまして、皆さんには楽しんでいただければなと思っています。 まあもうとにかく最近は暑くてですね、おしゃれのテンションがそんなに爆上がりする季節ではないんですが、まあ快適に自分らしくですね、ファッションを楽しむようにしているので、まあぜひ皆さんもですね、ユニクロを使った着こなしから、まあ次どのような形で違ったブランドですとか、違ったテイストを取り入れるかというところのですね、まあ一つの参考にしていただければなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速一つ目の僕の私服コーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、題してですね、事務所までの通勤スタイルという感じですね。まさに今日も、まあ、自宅から事務所まで歩いてだいたい5、6分くらいなんですね。それぐらいの時の着こなしとして、まあ、こんな感じで今日も来たわけなんですが、まあ、T シャツ1枚にブラックのですね、イージーパンツを合わせたような、すごくラフなスタイルですね。まあ、この T シャツに関しては、以前動画の中でもご紹介しましたが、今季購入して結構気に入ってる もものなんですけどもこれはビューーーティンユースとですね雑誌トトランジットのコラボレーションのアイテムなんですね、このね白無地に対してプリントが入ってるってもの、僕自身大好きでいろんなものをコレクションしてるんですが、まあ今期はこれが気に入ってよく着ています。これね、文字がハバナと書いてありまして、まあこのハバナのですね、情景を切り取ったような写真家の方のですね、作品がこちらにプリントされてるんですが、鮮やかなイエローからこうオレンジへとこうグラデーション していくような感じこの辺りの色合いがですね、個人的に夏らしくていいなと思ってですね、気に入っています。まあ、ナの文字もですね、トランジットの雑誌のですね、タイトルのフォントと似たような感じで、すごくですね、個人的には好きな雑誌なので、この T シャツ気に入っています。まあ、バックプリントはですね、シンプルに肩あたりになんか文字が入ってるんですかね。まあ、それぐらいのところで、非常にですね、大人の男性にも着やすいようなものになってまして、まあ、サイジングもですね、 ほどよく言ったりです。これで M サイズなんですね。僕は164センチ、53キロで、まあ、適正サイズとしては S がジャストなんですけども、M サイズでも腕の長さ、そこまで長すぎないですね。身幅も適度にゆったりしていて、まあ、これぐらいのサイズ感、結構ベストに近いので、これを1枚でさらりと着まして、ボトムスはもうこれ。僕の中ではもう最近の定番で、これしか履きませんというぐらいよく履いていますが、ユニクロのタクティパートパンツのブラックですね。 これはですね、適度にゆとりがあるので、そこまでこう、暑苦しくないんですね。例えば、ブラックのスキニーとか、まああれはもう定番的で、今でもですね、 もちろん問題なく描けるものかなとは思うんですが、まあタイトだと本当に冬場のスパッツみたいにめちゃくちゃ暑いんですよね。ですのでこういった適度にゆとりのあるパンツの方が僕はですね、使い勝手がいいかなと思うので、こちらタックテーパードパンツをですね、もう四六時中履いてるという感じですかね。で、足元はですね、グルカサンダルを履いています。実はですね、こちらにもグルカサンダルあるの見えますかねこれが今季買ったビューティアンドユースのオリジナルのもので、今僕が履いてるのは去年 GU で 購入したものですねこれをですね、おろして最近はもう通勤で履いたいだとか、ちょっとしたお出かけの時に履いています。まあ意外とですね、履き心地も悪くはなくて、まあこれで5000円前後っていうのはやっぱりコストパフォーマンス非常に高いかなと思いますね。まあ T シャツと黒のスラックスというシンプルな着こなしに、まあちょっとしたアクセントを加えるという意味でも、まあグルカサンダル一つあるとなんか今っぽさが出るかなという形でこれを使っています。そして手元にはですね、このような Apple、え、Watch、ー、ですね。今 もう一つですね、機械式の時計を持ってるんですが、オーバーホールに出しているので、もう最近は Apple Watch 一択で付けています。そしてバングルですね。ファンタスティックマンというブランドのもの。結構このブランド好きで、僕はバングルだけで3パターン持ってまして、あとはトゥアレグのバングルも持ってるので、そのあたりはローテーションで使い分けるようにしています。で、腕元にちょっとこのような形でアクセサリーをつけて、で、もう外出る時には必ずこのカラーレンズの入ったですね、 えー、メガネをかけるようにしてるんですね。これはアイバンというブランドのもので、僕アイバン大好きで、サングラスとかメガネいくつか持ってるんですが、ほぼアイバンばっかりなんですね。まあ日本人の顔の形も合うようなものが多くて、なおかつデザイン的にはトレンド感が程よく入ってるんですが、割とですね、様々な人に似合いやすいようなオーソドックスな形というところもすごく気に入っていて、正面から見るとセルフレームなんですが、横髪と金属製の素材が使われていて、このね、2種類の素材が使われている 良い意味での違和感というところですね楽しみながらかけてますがまあ、夏は日差しが眩しいのでこういったものをですね結構僕は外にいるときには必ずつけるようにしていますで通勤の時に僕は持ってるバッグなんですが本当に気軽に持てるようなバッグが欲しいなってところで僕はですね自分で作ったバッグですねこれその名もワンマイルトートというものをですねこれ作りました 実はメンバーシップのチャンネルの方ではですね、定番になってまして、3、4ヶ月前からですね、発売してるんですが、結構ですね、速乾してしまうようなアイテムで、まあこれをですね、使ってます。で、この中にはですね、コンビニで僕のお昼ご飯を買ってきたものが入ってまして、今日はですね、 え、セブンイレブンで買ってきた、えー、サラダチキンとですね、あとはですね、えー、僕は納豆が好きなので、卵納豆とですね、あとはですね、あと豆腐も好きなので、えー、ケンちゃんの豆腐が入ってます。もうタンパク質どれぐらい取るんだっていうぐらいですね、僕はですね、コンビニでこんなものを買っているんですが、こればかりを食べるわけではないんですが、こんな形でコンビニで買い物したものをサクッと入れて、このバッグの中に、 入れながら通勤をしてるんですね。こんなようなスタイルが僕のリアルな休日コーデということで、一つ目ご紹介させていただきました。まあ、T シャツ1枚のスタイルでも、こういったタックテーパードパンツのような、一応センタープレスが入ってるような綺麗めのパンツだとか、あとはですね、こういったレザー系のサンダルを合わせることで、適度に大人っぽさを出してあげると、意外と手抜きコーデでも、それなりにトレンド感が漂うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 はい、ということで続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、メインに短パンを持ってきてみました。まあ夏なんでね、やっぱり足元は軽快な方が楽なので、短パン率はおのずと高まるんですが、今年の夏はですね、とは言っても短パンだけじゃなくて、ちょっと上半身はやや綺麗めに振りたいなという気分で、このような半袖のシャツを上に羽織ってみました。T シャツを着て、その上に反省のシャツを着ることで、まあ襟がついていることで適度な大人っぽさを出したいなということで でこのようなスタイルがですね、今年は結構増えたんですね。ハ袖スシャツ結構たくさん持ってまして、まあ、このような襟元の感じ、レギュラー空っぽいものもあれば、あとはバンドカラーのものだとか、 あとは、オープンカラー系ですね。まあ、いろんなものがあるんですけども、その時々でですね、短パンのコーデに使うようにしてるんですが、今僕が着てるのは、これ去年ですね、購入した、ビューティアンドユースのオイジャーのもので、まあ、オリーブのカラーがすごく気に入っていまして、あとは表面の質感ですね、ちょっと凹凸感があるのが、すごくね、ラフで好きなんですよね。小松マテーレというですね、世界的にも有名なですね、ファブリックブランドの生地を使っていまして、まあ、すごく質感も良くてですね、個人的にはこれ気に入ってよく着ています。 で、内側には白 T を着まして、ちょっと襟元とか、こういった裾の部分から白が見えるだけで、ちょっと軽快な感じがするのかなというふうに思っています。まあ、サイズ感としてはですね、程よく言ったりですね、腕の長さ、ちょうど関節ぐらいに来るくらいで、先ほどのビューティーユースとトランジットのコラボレーションの T シャツと、あんまり丈の長さは変わらないですね。まあ、これぐらいの感じが、大人のちょいゆるサイズで、気分的にはですね、使い勝手がいいのかなと思いますね。で、ボトムスに関してはこれ、今季のですね、グラミチの ものでビームスが別注かけてるものですね丈の長さがですね通常のものよりはやや長めかなというところとそもですねタイトではなくて少し広がりがあるのが気に入ってましてこれはですね今年結構履いてるものですねまあ、ちょっと腰回りもタックっぽい形でですねゆとりが入っているのでまあ、バキバキに細い短パンというよりはちょっと大人の余裕があるような短パンで個人的にはこれ気に入ってよく着てますね で、足元はですね、サンダル。まあ、レザーの素材のもので、こちらはですね、ビルケンシュトックとエディフィスの別地のやつで、これまたですね、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、今年の夏は結構履いていますね。サンダルっていうめちゃくちゃカジュアルなジャンルの中でも、素材をスウェード、なおかつ色をブラックにすることで、かなり引き締まった感じになるので、シャツのようなアイテムとも相性がいいので、これなかなか気に入ってますね。まあ、先ほどのグルカサンダルで合わせることもあるんですが、まあ、このようなスタイル、僕自身も楽しんでいます。まあ、このようにシャツ 二つが入るような着こなしだと、サンダルの中でも、ウーフォスとか、あとは他オネオネのサンダルもあるんですけども、それよりは少しレザーの使ってるようなグルカサンダルとか、このあたりのビルケンストックぐらいが相性がいいかなと思っているので、このような着こなしをすることが多いですね。ま、ぜひ皆さんもですね、このようなコーディネート結構簡単なので、気軽にトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、 今日はめちゃくちゃ遊ぶぞという時のですね、休日コーデはこれが一番多いですね。まあ結構ですね、何度かご紹介しているので皆さんもご存知かなと思うんですが、今季無地 T シャツの中で一番ですね、よく着ているのはこちら、シップスエニーで購入したこちらのキャンプポケットというですね、この T シャツのこのですね、そのちょっと上ぐらいについている ポケットがですね、特徴的な T シャツですね。これのダークグレーがめちゃくちゃ気に入っていまして、なんか汚れも気にならないし、ザクッと着れるので、こればっかり着ていますね。まあこれを主役にしながら、下は短パンですね。先ほどはグラミチの短パンを履いていましたが、こちらのですね、オフで完全に外遊びを専用にするときには、こちらはパタゴニアのショーツですね。まあ水陸兼用で使えるようなバギーズロングという形で、まあ通常のですね、 定番は。 バギーズショーツの方なんですけども、僕はちょっと長い方が好きなんですね。短いものだと結構これぐらいになるんですよ。ももががっつり見えるので、それまたかっこよかったりはするんですけども、まあ、ちょっと最近の雰囲気としては、短すぎるよりは適度に長さが出るものも多くなってきてるので、そのあたりちょっと現代的な感じで調整をしたかったので、バギーズロングの方を履いています。ロングといってもですね、膝位置よりは短いので、これでもだいぶ短いと感じる方は少なくないかなと思うんです。 がまあ、こんな形でちょっとシャカシャカした素材感でまあ、汚れても全然気にならないような感じですねこれを履きながら結構真夏はですねガンガン活用していますねで、足元はですねいろんなサンダル系買いましたがウーフォスのですね ホパラというモデル、これが一番気に入ってまして、よく履いていますね。まあサクッと履けるし、なおかつこうスニーカー感覚で楽に歩けるので、なんかまあ他にも色々サンダルあるんですが、まあ走れるぐらいですね、楽なのがこちらのホパラで非常に気に入っています。足元にボリューム感が出せるのと、全体のコーディネートとしてはすごくシンプルなので、ちょっとね、なんか足元でアクセントを出すのもいいかなと思うので、このようなホパラを合わせています。で、頭はですね、もう熱いので、 必ずこのような帽子、そして、えー、サングラス、これずっと今日かけていますが、こんな形で、何かこう、顔周りにですね、アクセントを持ってくると、まあシンプルなスタイルでも地味になりすぎないかなと思うので、まあこのような形で、真夏のですね、外遊びをガンガンするときには、このようなコーディネートを楽しんでいます。まあこのような着こなしが一番ですね、快適だと思うんですね。 半袖短パン、これが最強だと思うんですが、まあどうしてもね、それだけだとシンプルになりすぎてしまうので、小物、帽子、サングラス、時計、バングル、そして足元のこういった、えー、トレンド感のあるサンダル、このあたりで盛り付けてあげるとですね、意外と手抜きコーデなんですが、それなりに見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、短パンコーデこのような形でトライをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ちょっといつものテイストと変えて、僕のですね、普段の着こなしですね、まあ、主に休日、どんな着こなしをしているのかというところにフォーカスを当てながら、皆さんにですね、具体的に3つのコーディネートを解説させていただきました。まあ、これだけ暑いとね、なかなかおしゃれをしようというモチベーション、皆さんも下がるかなと思うんですが、まあ、快適で涼しいながらも、着こなしの工夫って結構できたりするので、ぜひ皆さんのね、今後のコーディネートの参考に、少しでも、ほんの少しでもなって、 ままた嬉ししいいいななとと思思っってててすすのでぜひ皆さんトライをしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、今回のような私服のコーディネートだとか、アイテムの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構よくやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなかですね、動画をゆっくり見る時間がないよという方にはですね、文章と写真ベースで、 大体1分ぐらいで読めるような分量でですね、おしゃれの基本ですとか、あとはアイテム紹介をやっているオンラインサロンも用意してますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。